武勇だけじゃない、こんなにかっこいい肥後の大名、加藤清正。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、加藤清正について紹介していこうと思います。肥後の大名加藤清正といえば、賤ヶ岳の七本槍、虎太一、熊本城築城などが有名ですよね。武勇に優れた武将として知られていますが、領主としての才覚もあり、仁義に厚く民衆にも慕われた武将でもありました。今回はそんな清正像の一端をエピソードとともにご紹介します。危機一髪の虎退治。清正といえば虎退治ですよね。朝鮮出兵の折、暴れ虎が加藤家の馬と家来を噛み殺してしまいます。清正は家来らを制して自らその虎と向き合います。鉄砲を構える清正のもとへ虎が猛突進。家臣の誰もが危ないと思ったその時、号砲一発。清正は自らに飛びかかろうとする虎の喉に銃弾をぶち込んで虎を倒しました。または十文字槍で対戦し、虎にその片刃を噛み切られながらこれを倒したとも言われています。この虎退治、清正のことではないのではとも言われていますが、清正の武勇伝が虎退治を結びつけたのかもしれませんね。そんな清正の経歴をざっと紹介しておくと、清正の父は刀鍛冶、元は美濃の斎藤道三に仕えていたとも。清正の母が豊臣秀吉の母と親戚だったため、城主になった秀吉に小姓として出仕し、秀吉と尾根夫妻からは虎之助と呼ばれて可愛がられました。利発で体力もある清正は頭角を現し、賤ヶ岳の七本槍の一人として三千石を拝領、さらに肥後藩国の大名となり、朝鮮出兵でも活躍します。関ヶ原の戦いでは東軍に属して肥後一国を与えられました。豊臣家の存続を願い、家康と秀頼の二条城の改建などにも尽力、熊本城など築城の名手でもあります。七本槍から肥後の大名へ。清正は刀鍛冶の子から立身出世を遂げました。出世の糸口は秀吉に仕えたことですが、利口で体力もあり、大志を持った少年だったようです。叔父の家に盗賊が入った時、叔父夫妻は縄で縛られました。清正はとっさに鬼の面をかぶってつづらの中に隠れます。盗賊はそのつづらを持って帰り、開けたところ鬼の面をかぶった清正が飛び出すと、わっ鬼だと盗賊らは本物の鬼と勘違い、一目散に逃げ出したそうです。なかなか機転が利いて勇気もある少年だったようです。また鳥取城攻めの際に敵城視察を命じられて上司に同行した際も、事前に敵の伏兵がいると察知して進言しましたが、上司は若い清正の言葉を信じませんでした。しかし伏兵が現れます。清正は左右に弓矢を放って敵を防ぎ、刀で奮戦し首を取っています。そんな清正は大きな野望を抱いていました。若い頃、清正が近江の国の安川を渡っていた時のこと、20センチぐらいの大黒天の像が流れてきて足元で止まりました。これは吉兆だと喜ぶ家臣に清正は、大黒天は3000人を守るというが、自分は1万人の家来を持つ、小さな大黒天は不要だ、流せと言い放ちました。戦国立身のとてつもない大きな夢を見る若き日の清正、なんだか清々しいですよね。清正は天下取りに向かう秀吉に従って数々の武功を挙げ、賤ヶ岳の戦い後には3000石、その後の活躍で肥後藩国の城主へと出世します。領主大将としての心構え。
ここからは清正の領主大将としてのエピソードを見てみましょう。清正が入った頃の肥後は田畑が荒廃していました。清正は治水工事に注力し、堤防や港を作り河川を改修します。17年の治世の間に農村の復興や2000町以上の新田開発を実現させており、漁師としての手腕にも優れていたのでしょう。領民たちに対する思いやりも格別で、土木工事や熊本城築城には民衆を動員しましたが、農閑期を中心に行い、賃金も支払ったので農民からは感謝されました。朝鮮出兵では騎乗官と敵方からも恐れられる猛将ぶりでしたが、一方で家来たちには民衆への暴行を禁じ、民家の女たちを拉致してきた小西家の家来たちを戒めて女性たちを解放させたとも。気は優しくて力持ち、なかなか人徳の人ですよね。では家臣に対してはどうだったのでしょうか。朝鮮出兵から帰国直前、清正は旧友戸田高政のいた城に立ち寄ります。周囲はもう敵がいないにもかかわらず、清正は武装姿を崩しませんでした。戸田がその理由を尋ねると、下の者は上の者を学ぶ、大将がくつろげば下は大いに怠けるものなので、人望はいつも厳しくしないといけない、上に立つ一人の心が下万民に通じるとはこのことで、私も苦しいが気を緩まぬようにしているのだと答えます。部下はいつもしっかり上司を見てますから、反面教師にされるか尊敬されてついてきてもらうか、上司の皆さんどちらの道を選ぶか考えましょう。やはり朝鮮出兵でのこと、清正は戦闘中の軍を引き上げさせるため陣中を見回し、末席にいた正林隼人に引き上げ役を命じました。隼人は戦いに割って入り、その役目を無事に果たします。ところが森本義太夫という家臣が清正に食ってかかります。本来であれば定席にある自分の役目なのに、殿は隼人より自分を劣っていると思い正林に頼んだのでしょう。情けないというのです。これを聞いた清正は笑い出しました。そして、お前たちは同じように腹心、器量に応じて命じただけだ。お前は勇気があるから武勇が必要な時はお前を呼ぶ。お前の実力は誰も及ばない。しかし慎重な時には正林が適しているのだと述べたため、義太夫も安堵したといいます。まさに適材適所、戦場では一瞬の判断が命取りにもなります。その場その場の判断で家来を見事に使いこなす腕前は見事ですよね。でもこれは誰もが簡単にできることではありませんよね。適材適所を実行するためには、日頃からよく家臣のことを知っておかないとできないですから。部下はしっかり上司を見ていますが、上司はそれ以上に部下を知っておく必要があるようです。その上で、武勇はお前に頼むからというキュンとくるダメ押しフォローされたら、モチベーション爆上がりです。論功交渉についてもちゃんと深い考えがありました。城攻めをした時の論功交渉で2位になった森本は、1位の正林は首を取っていないのに、なぜ首を取った自分より上なのかと不満を口にします。この時清正は、確かにお前は首を取ったが、自分の手柄を第一にして主人の私を置き去りにした。彼は首を取らなかったが、私のそばから離れず敵を防いで俺の身を守ってくれた。忠を尽くしたのは正林だと諌められます。あ、じゃあ森本さん、殿様を見捨てていたんですね。でもこれも清正が家臣をちゃんと見ている証です。当時はある意味成果級なので、地味な働きもしっかり見てくれる殿様は嬉しいですよね。結果だけしか見ないと、みんな殿様をほっぽり出して首取りに走るかもしれませんよ。
ここまで聞くと清正さんが武骨者だなんて思えませんよね。しかも清正は褒めるタイミングも絶妙だったよ。清正家臣の飯田角兵衛は同僚が死んでいくのが嫌になり、いつも戦をやめようと思っていました。しかしいつもついつい頑張ると、その直後に清正から褒められ、刀や感情をもらうのでやめ時を逃したというエピソードも。自らが率先して働く心がけを示し、家臣のことを把握して適材適所で使い、しかも褒め上手、これなら家臣も頑張っちゃいそうです。豊臣家の忠誠と熊本城。清正といえば生涯豊臣家に忠義を尽くしたことでも知られています。自分を一から武将として育て出世させてくれたのは秀吉だと十分心得て感謝していました。肥後の地を拝領した時も、讃岐と肥後どちらが良いかと問われて、秀吉の朝鮮出兵の先駆けになりたいと大陸に近い肥後を望んだとされています。また秀吉から謹慎を食らっていた時、伏見大地震が起こりました。清正は家臣200人を連れ、秀吉のいる伏見城へ真っ先に駆けつけ警護しました。この忠誠心が認められて謹慎を許されたとか。ついた異名が地震加藤でした。ただし清正はこの時大阪にいたので行っていないという説も。清正が関ヶ原の合戦で徳川家康の東軍についたのは石田三成との対立が理由ですが、清正はこの戦いは秀頼様の戦いではない、奉行石田三成らが勝手にしたことだ、この戦いで石田らが負けるとその後秀頼様をお守りする人がいなくなってしまうという理由もあったようです。後に徳川家から拝謁を徳川家秀頼の順にすることを要請されますが、豊臣家の法恩が大切であると断っています。1611年に家康と秀頼が二条城で会見した時には、渋る秀頼の母淀殿を説得し、当日は京都市中に非常時に備えて手勢を潜ませるなど万全の体制で秀頼を護衛しました。会見では大小の刀を外していましたが、清正は懐にそっと懐刀を忍ばせていたとか。何かあればこれで差し違えるつもりだったとも言われています。清正はこの会見の後間もなくして亡くなりました。死因は諸説ありますが、絶対ストレスも一因ですよね。清正の居城熊本城も豊臣家のことを考えて築城されていたとも言われています。奥の間に立派な将軍の間という部屋がありました。これは将軍の間とも。いざ大阪城が危うくなった時に脱出した秀頼を迎え入れる予定だったとも言われています。この部屋には抜け道もあり、侍屋敷に通じていました。歌舞伎もアピール。でも清正は豊臣家に固執して時流に乗り遅れた大名だったわけではありません。次の天下は徳川家と見定めていたようです。自らも徳川家と婚姻関係を結んだほか、徳川家の苦役に駆り出されて愚痴る同僚の福島正則には、そんなに嫌なら国に帰って戦支度でもしたらどうだと戒めています。また清正は歌舞音曲を文弱と嫌っていましたが、晩年は歌舞伎興行を催しました。これも平和の時代に文化を重視することで謀反の意思がないことをアピールしたのでしょう。まとめ。清正は若い頃に抱いていた大志を叶えることができたのでしょうか。志を持って飛び込んだ少年時代、秀吉のそばでがむしゃらに働いて肥後一国の大主に駆け上がった壮年時代、天下の移り変わりを見極めながらも秀吉の意地を守ろうとした晩年、徳川への筋を通しながらも豊臣御子の大名としての生き方も貫いた清正、思い通りだったかどうかは分かりませんが、
やりきった感はあったのではないでしょうか。バランス感覚に優れた家臣思いの頼もしい武将だったようです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。